まあこれ届いた時、あ、俺がやるんだなと。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる？くるぶしです。猪木ボマイエ、猪木ボマ、オッケー。何それ、オッケー。初めてのパターンです。さあ、ボンバイエしていきましょう、今日。ほんまに。僕らもまあ、まあ30も超えて、うん、もう僕も35になりましたけど。僕24ですけどね。まあ30超えてくると、結構まあまあやっぱりさ、立ちが悪くなったりする。まあなんか言うよね。うん。そういう経験あります？どういうこと？どういうこと？まあ、エッチの最中にこうしぼんじゃったり、うん、まあ立ちが悪かったりと、うん、そういうのは経験あります。僕はね、年中立ってるんですよ。今も立ってます。あ、そうだ、ライブ中も立ってます。ライブ中なんかもギンギンすぎてやばいですよ。だから結構ゆったりしたパンツ履いてるんですよ。生まれつきそういうのがあって、ちょもちゃんは立ちやすいっていう。まあ世の男性に、うん、ED が多いと。まあなんかよく聞くね。ね、うん、結構深刻な問題らしいですね。あ、うん、まあ今回はある商品を、うん、紹介したいなと思います。プチュー、ペニウスダイというダイというのですね。はい、こちら、何これ、何これ、株式会社ペニウスから、発売されてるペニウス。いや、もうほんま、ネームセンスよ。うん、いや、すごいわ。すごいわ、ね。うん。ペニスと、シリウス的な感じかな。ちょっと、神々しいよね。いや、ほんまにほんまに、うん。ステッカーとかもなんか、ホログラムで、ちょっとなんか。iPhone の箱みたいな。リンゴのシールは入ってそうだから。で、こちら、うん、まあ、ED 補助器具。器具を、チョモちゃんにですね、はい、このペニウスの、ウェブサイトがあるんで、そちらの情報ちょっと読んでいただきます。はい、行きましょう。はい、もしかして悩んでますか？立ちが悪い、中折れしてしまう、太さが欲しい、長さが欲しい、早漏でストレスを受けている。ほう。ペニウスは男性機能改善のために長い年月をかけて研究開発された特許出願済み製品です。ほう。世界で唯一の動機不全ED を解決してくれる製品です。装着するだけで性行為ができます。ほう。性行為の持続時間を引き延ばします。日常的に装着し続けると男性器は大きくより強くなり、さらに前面リングとコアフレームが一味違った快感をプラスします。へえ。そのサイズとかもやっぱいろんなサイズがあって、 XS から XL まで。お、 XS になると 5.5cm から 7.0cm で、 XL になると 14.9cm から 17.5cm。 そんな感じですね。まあちょっと中見ていきましょうか。はい、開けていきましょう。はい、いきます。シュッ、 iPhone みたい。お、本当に iPhone みたいですね。ケースみたいな。お、これギグバッグみたいな感じ。なるほど、ギグバッグ付きなんですね。はい、いいですね、シンプルで。で、こちらが本体。お、ドドン。お、ビニールに入って。あー、なにこれ、なんだろう、なんか、なんて言うんでしょう、耳かき。なんかスタンドみたいですね、こう。あ、お前お前。なんか柔らかそうね。こう、触ってみてください。お。このシリコンがすごい柔らかくて、金属してない感じが。なるほどね。うん。この商品を聞いて一番さ、つけて、女性が痛くないのかなって。そうやな。そうやな。お互いにな。ねえ、大丈夫そうですね。なるほどね。じゃあこちらをですね。はい、実際にはめてみようじゃないかと。お、はめてみましょう。いや、クルジョモは体当たりでね、そういきたいと思いますので、早速お風呂場でちょっと、つけていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。風呂場にやってまいりました。今日はこのペニウスをですね、はめてみたいと思います。どうやってつけんの？勃起をさせたいと思うので、
ちらも昔買った AV をちょっとこれのパッケージを見てちょっと立たせようかと思います。はい、ペニウス装着いたしましたということで現場に戻りたいと思います。はい、ということで今、ついております。ペニウスもう座ってんのもしんどいぐらいもう張り下げそうもう強制的にずっと立たされてる感じ。ずっと立ってるからもうジーパンもパンパンですよ。すげえな。すげえ仰向けに寝たいって感じ薬いらんバイアグラみたいな感じ。そうですね、うん、しかもこのフェニックスって満足できなかったら、ね、返金していい。おお、それは素晴らしい。あの、うん、本気で悩んでる方は、うん、お試ししてみるべきだと思う。なるほどね。いや俺ほんまはもうこの動画撮る前ね、うん、ディスり倒したろうかと思ったけど、いやー言ってましたね。意外といい商品かもしれない、まあ、こちらのね、うん、ベニュース、うん、概要欄にある、うん、URL から飛んでいただいて、はい、お越しいただけるということで、おっ、ね、おっ、なんかなんと、お一つ15,800円、安くはないでも真剣に悩んでるなら一回試してみたらよろしい。お、今回は、はい、初歩的ペニウスのご紹介でした。よろしく、チャンネル登録よろしくお願いします。ゲットしてね。バイバイ。バイバイ。よろちつお願いいたします。X 最低な挨拶。